ひとつだけ願いが叶うのなら私を二人にしてください。一人は映画へ、一人は図書館へ、恋も夢も選べない。意識高い乙女のジレンマ。仕事モードの顔で彼の美貌を眺めてた。初見ライト押し込んだ文化祭チコイチョの交流をちょっとメガネ外してみて、やっぱりその方が可愛いんじゃん。初見ライト押し込んだ文化祭チコイチョの交流を本番までに作ってきて、簡単に言ってコンタクト準備はバッチリ、狙うはただただグランプリ。僕なんかがグランプリなんて取れるもんか。グランプリなんて、グランプリ。それでは好かれないよ、私は好きよ。真っ赤で果てな爪、慣れてないだけ時期に首だけ。大人になることは汚れることじゃないわ。ピンとこないならちゃんと私を見てなさい。孤独で無力な夜もあるけれども、もう誰かの助手席を降りる時が来たの。ありがとうございました。